はい、グッドモーニング遠藤だよ。今日はちょっと朝から頑張ってみるよ。失敗したらごめんね。よいしょ。ほう、成功だよ。はい、何の意味もないんですけども、ヨガの先生なのでちょっと頑張ってみました。おはようございます。神カウンセリングアカデミー遠藤ですよ。最近ね、これ人気あるんで、これでやっていこうかなと思っております。はい、朝から息が切れました。はい、何喋ると思ったか忘れちゃいました。おはようございます。ですね、ちょっと練習したら疲れちゃいましたね。ですね、今日はお話しすることなんですけども、ですね、昨日うちのお客様で、まあ、美容室を営んでる方がいるんですよ。男性の方なんですけど、でこの方のお店って、あの結構ですね、お客さんが途切れないんですよ。そんなね、大きいところじゃないし、駅からも全然遠いんですけど、長いことをやってます。でこの人ものすごいいい人なんですよ。性格がいい、とにかくいい。でこの方が、まあ、気づいていないんですけど、すごいリピーターさんを取るのが上手なんですよ。で今日はそのお話をしていこうと思っているんですけども、この方って、あのね、おはようございます、みんなこの人って兄弟がすごいいて、で6人兄弟かな。でね、父ちゃんが大工さんの棟梁、林さんおはようございます、ありがとうございます。大工さんの棟梁さんで、でお母ちゃんはまあ普通にお仕事してたかな。でこの人たちの家族構成家族のやり方が上手で、お父ちゃんはめちゃめちゃ怖いらしいんですよ。でお母さんはとにかく優しい、絶対人の悪口言わないんだって。でその中で育った、まあ、美容室をねやってる方なんですけど、その人が言ってたのが、何が彼がすごいかっていうと、もう本当に悪口言わないんですよ。本当聞いたことない。ご結婚もされてるんですけど、奥様もすっごい大事にするし、自分のお客さんのことももちろん悪く言わないし、一緒にいるお友達のことも全員褒めるんですよ。一回も、もうね、6年ぐらい、お付き合いさせていただいてるんですけども、一回も聞いたことないぐらい悪口言わないんですよ。すごいなと思って。でこの人の、お客さんもうちでね、エステでご紹介で来てる方がすごい多いんですけど、グッドモーニング、そう多いんですけども、もうね、その方がご紹介してくださったお客様って質がすっごいんですよ。なんでかっていうと、やっぱりその人に惚れてる人だから、その人に近いような性格の持ち主の方がいらっしゃるんですね。だから本当にね、ご紹介いただいて、本当にありがたいことがいっぱいです。ありがとうございます。でね、その人って、いつもね、予約をいっぱいにすることができるんですけど、本人は全然気づいてないんですよ。うちは別にあんまり集客に困ってないよみたいな、お客さん長く来てくれてるしねみたいな。確かにそうなんですよ。ホームページほぼなしみたいな、 Facebook ほぼなしなんですけど、まあ、いろんなね、人はやり方があるんですが、本当に集客がうまいと、口コミを起こすのが上手なんですよ。すごいお得じゃないですかこれ。口コミほど一番信用があって、お金がかからなくって、そして質のいいお客さんが集まるんで、口コミがまあ一番いいんですよね。これはなんとなくわかるじゃないですか。ただね、この口コミの起こし方が本当に上手で、この方、私は教えてあげたんですけど、まあその方のね、お店なんでそんなに儲かるかわかりますって言うと、いや別にずっとこうだからって言うから、いやあなたの喋っているテクニックが半端なく上手なんだよっていうことを言ったら、そうなのかなって言ってて、でその人ってとにかくお客さん褒めまくるんですよ。まず悪口言わないし、それどころか、おはようございます磯部さん、ものすごい褒めるんですよ。私なんか行くと、先生アリアナグランデに似てるねって言われるんですよ。似てねって思うけど、似てないってわかるけど、でも嬉しいんですよ。ね、そういうことです。それね、しかもね、本気で言ってくれてるんです
だからアリアナグランデ似てるよ、だから大丈夫だよみたいな、こういうのあったらどんどん可愛い、どんどん可愛いっていっぱい言ってくれて、そうかと思って、じゃあ私は日本のアリアナグランデで行こうって思えるんですよ。そこに行くとなぜか元気になるんですよ。勇気がもらえるというか、似てないよ、分かってるよ、分かってるんだよ、ごめんね見てる人、絶対違うよって思ってるのは分かるんだけど、でもまず褒めてあげることってすごい大事なんですよ。スピーキングのテクニック、お話しするときに、カウンセリングでも何でもそうです。初めて来たお客さんの、あのね、悪いところを見つけるのってすごい簡単なんですよ、誰でもできるの。だけどいいところを見つけてあげるって結構探していかないといけないんですよ。その方のお母さんが本当にそうだったみたいで、あの、悪いことは言わなくていいところを伸ばしましょうっていう教育だったんです。関さんありがとうございます。似てませんよね。だからその癖が染みついてるんですよ、彼には。だからすごいごく自然にこうだよこうだよって言ってあげて、お客さんが喜ぶ、嬉しくなるから、まあ、例えば自分のね、お伝えする、例えばじゃあアリアナグランデに遠藤先生似てるからって言って、美容室だからね、じゃあ髪の毛だったらこういうのがいいし、多分こういうのも似合うと思うんだけど、僕はこれがいいと思うよって言ってくれたら、うん、アリアナグランデになりたいって思ってるから、めっちゃ私も言うこと聞くんですよ。だからもう完全にお任せなんですけどね。だからなかなかね、カウンセリングがうまくいかないとか、相手の心が開けてない時っていうのは、もう癖にしちゃった方がいいんですけど、とにかく褒めまくるんですね。例えばね、顔立ちがそうでもない方っているじゃないですか。しょうがない。ね、どういう表現、わかりやすく言っちゃいますよ。わかりやすく言いますよ。言葉汚いですよ。例えば、ブサイクな人いると思います。ブサイクのお客さん来たかもしれないよ。でも、肌が綺麗かもしれない。とかね、髪の毛がすんごいお手入れされてるのかもしれないですよ。すっごいメイクがうまいかもしれないんですよ。お腹周りはお肉があるかもしれないけど、手足が細いかもしれないんですよ。だから悪い方をクローズアップしてお客様に教えるって、やっぱりあんまりいい気しないんですよ。先生可愛いけどなんかあれだよね、化粧濃いよねとか言われるよりは、先生アリアナグランデ似てるよって言われた方が嬉しいに決まってるじゃないですか。強いて言えば、指摘をする場合はもう10個ぐらい褒めて、それを生かすんだったら、強いて言えばこれもったいないよっていうのを言ってあげると、すごくお客さん入っていきやすいです。でここに来たら褒めてくれるしみたいな、で必要なことも必要な理由もその方伝えるのが上手なんで分かるんですけど、とにかくその人はね、めっちゃ褒めてくれるんですよ。誰の悪口も言わない。うちの母のことも知ってるんですけど、遠藤さんのお母さんね、すごいいい人だよねって言って、私そうかなって思うんですけど、いやすごい可愛らしいよ、チャーミングだよってすごい言ってくれるんですよ。だから私別に母のことがすごいね、すごい人だとかめっちゃ綺麗だとか思ったことは今までないんですけど、でもそんだけ言われると、あ、うちのお母ちゃんも悪くないのかなってすら思えるぐらい、それだけ言ってもらえるとね。だからお客様に自信を持たせてあげたりとか、いいところを見つけてあげるっていうのはすごく大事です。でこれはすぐ訓練したらできます。訓練って言うとあれですけど、あ、ここ欲しいなっていうのが見つかっても、ひとまずそれを置いといて、いいところをすっごい探すんですよ。でこれができるようになると、自分の成長にもなるのって知ってます？人のいいところを探せるってことは、自分のいいところも探せるようになるんですよ。だから自分のいいところを伸ばそうと思って、自分の好きなことをやろうとかっていうのに、シフトチェンジができるようになるんですね。だお客さんのいいところを探す、自分のいいところを探す、ちょっと難しいかなと思っても、できる手段を探すっていう人になるんですよ。プラスのことしか考えてないから、常に脳みそがすごい役に立つでしょ。だから彼のお店はくる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 回るんですよ。いつもいっぱい、いつも予約があるよ。で予約も、次の予約も必ず取ってもらえるお店になってます。だ性格って言っちゃうとあれなんですけど、彼のことを分析すると、本当に人の悪口を言わないとか、褒めるっていうのが本当に上手。こんなのはみんなもすぐできるじゃないですか。でもしね、まだできてないかもとか、あ、私ちょっと良くないな、相手の良くないところばっかり探しちゃう癖がまだまだあるなっていう時は、その人のことを思い出してあげてください。悪口言うのは簡単です。でも悪口言っても、いい思いする人もいなければ誰も楽しくないんですよ。女の子とかね、3人集まると悪口言いますけど、結局なんか言い終わって、はぁ、
ってなってんじゃんみたいな。だったら、あのでもなんとかちゃんって、頑張ってるよねとか、そういうお話をしてあげた方が、まあ正確に言うといいことがありますね。プラスになりますね。だから自分も頑張ろうとかね。ということで、今日の朝のお時間のお話はこんな感じになります。とにかく人の悪いところではなく、いいところを探してあげましょう。それを口に出してあげましょうですね。伝えてあげる、教えてあげると、お客様の信頼とか信用とかっていうのはすごく上がるし、やっぱり褒められて嫌な人っていないので、最初恥ずかしくって、いやそんなことないですよって、日本人謙虚ですけど、でも心の中では嬉しいなとか、今日こんなこと言われたんだって思ってたりとかするので、その気持ちを大事にしてあげてください。すぐできますからね。今日のお客さん絶対褒めてあげて、あの7つ以上褒めましょう。7つ、これよく言われてます。営業マンは7つ褒めて1個何かを指摘するとか、もし指摘した人が1個あったら7個褒めなさいよっていうのが、大事なことになってます。すぐできることなので、今日から実践ですよ。では、お知らせですね。すいません、いつもお知らせ挟んじゃって。3月13日交流会があります。興味がある方はコメントください。渋谷でやってます。と、3月14日、翌日は遠藤の東京ガールズフェスタランウェイです。イエーイ、モデルさんデビューだよー。こんなふざけた格好してる人がね、ランウェイ歩けるんですよね。ちょっと世の中狂ってますね。はい、そうですね、そうそう、あと LINE アットですね。動画見てもらって楽しいなっていうことがあれば、登録してください。初のセミナーがお安くなってます。あと、なんかいっぱい詰め込んじゃってすいません。今ね、リコリカボディデザインメディアっていうところで、遠藤のヨガ動画第2弾が、動画で配信されてるところなので、それも一応載っけておきますので、気になる方はですね、見てみてください。別投稿でも上げときます。リコリカさん今これ載ってますね、みたいな。結構ね、ビューが良くって、前回のやつは5000ビューぐらい。5000人の方がですね、見てくださってます。嬉しい。で、第2弾は、月曜日から始めたんですけど、始まってて、でもね、もう900とかだから、だいたい1000ビューぐらいあるので、結構人気の動画になってます。ヨガわからないとか、ダイエットもしたいみたいな方は、編集されててすごい綺麗なんですよ。顔とかじゃないよ。後ろね、バックとかすごい編集されててめっちゃ綺麗なので、見やすいと思います。テロップも出てるし、ヨガわかりにくいっていう方は、見てもらうといいかな。まあ、それは神カウンセリングアカデミーとちょっと関係ないんですけど、まあ、そういうね、やつもやってますよってことです。はい、では、今日も一日頑張ってください。遠藤も頑張ります。今日はもうすごい書類とかパソコンがいっぱいなんで頑張りまーす。あ、ちなみに遠藤ダイエットしてて、太りすぎちゃった時から3キロ痩せたよ、1週間で。さすがプロ。 See you、 また夜ねー。